ねえ、ねえ、お出かけ話、聞いてくれる？無視しないでよ。わかったにゃん、聞いてやるにゃん。ヘルメットかぶると若返るにゃんね。ヘルメット姿だと親父だってわかりにくいでしょ。雰囲気で親父ライダーだってわかるけどにゃ。で、今日は何の話にゃん？安住神社。あまり聞いたことない神社だにゃん。僕も東京の T さんに教えてもらうまで知らなかったよ。全国バイク神社認定第1号なんだって。今日は境内の様子、お祓いの費用や所要時間などを紹介するよ。神社行くまで道が怖かった。自宅からずっと市街地走行、しかも神社のあるところ都会じゃん。都会怖い。宇都宮だけどにゃ。なぜこんなに怖がってるのか説明しよう。彼は過去2度市街地、正確に言えば住宅地で一時不停止の車に当たったことがある。 400cc の時は危険を感じ徐行して軽傷だったが、原付アクセル全開は突然横から車が飛び出し側面衝突。ウルトラマンのように空を飛び車を飛び越えていった。そして病院送りになったのである。彼のビビり方は服装にも現れている。まず下着の上にハードプロテクター、膝とお尻の横にプロテクターがあるジーパン、肘と背中にプロテクターのあるジャケット、胸部、脊椎、腰横にプロテクターのあるエアバッグベスト。普段の山道はここまで重ね着しない。しかし彼にとって市街地を走り続けることは恐怖なのである。そんなに怖いんだったら車で行けってバカじゃないの。彼は臆病だけでなくバカでもあった。ただプロテクター付きのアンダーパンツは履いていかなかった。彼にとって使い勝手が悪く、買って一度も履いて出かけたことがない。前にチャックがないし、台も章も脱がないとしにくいことが分かったからである。はい、お腹楽にしてください。彼はこうも考えていた。バイク神社に行く目的で行く前も帰り道も事故るってできないっしょ。神様に見放されてるってことになるから、お先真っ暗になってしまう。万が一事故った場合、妻の言葉も浮かんでいた。バイクは危ないから乗るなって言っただろ、私は面倒見ないよ。こういう理由で彼はビビりながら運転し続けたのであった。安住神社の近くまで行くと落ち着くわ。群馬の家の周りと同じ感じだにゃ。ほっとする。田んぼの中にある神社って家の近くの神社と雰囲気似てるにゃ。そうでしょう、落ち着くよね。まずは大きな鳥居の前で記念撮影しちゃった。ずいぶんと大きいにゃ。高さ12メートル、関東一の大鳥居なんだって。こっちは表参道の鳥居、くぐった先に神門があるんだ。大きな門に大きな金色の狛犬がいたんだよ。迫力あるにゃ。まずはお参りしたんだ。ヘリコプター神社があったのはびっくりした。自衛官募集してたし。自衛隊と組んでるのかにゃ。それはわからないけど、駐車場にヘリポートがあってヘリコプターフライト体験というイベントをする時もあるらしい。そしてここが目的地、バイク神社。顔出しパネル覚えにゃ。全部のパネル顔出して自撮りしてきた。親父なのに子供にゃ。バイク神社だよ。派手派手だにゃ。この神社に来たライダーの記念写真がたくさん貼ってあった。黄色い千羽鶴みたいのは何なのにゃ。ヘルメットかぶったてるてる坊主。交通安全のお守りで2000円だった。もっと安いのなかったのかにゃ。これが一番安かった。でも可愛いよね。フェイスシールド開け閉めできるんだよ。他にもステッカーやいろいろバイク系あったけど、結構いいお値段だった。御朱印は1000円。バイクのお払いは所定用紙に住所、名前、そしてナンバープレートすべてを記入して社務所提出。祈願料は3000円から1万円までだったよ。僕3000円にしたけどね。そしてバイクをお払い所に移動。
準備ができるまでだいたい10分待ったかな。そして社殿の中で約10分祈祷とお参り、社殿が終わったら移動して車体にお祓い。もう一人の方は東京から来たそうです。ここは一度にお祓いする台数で所要時間変わると思う、2台だったからだいたい10分だった。祈祷お祓いした人には鰹節ナンバープレートの文字が書かれたお札を授かったよ。また御朱印とてるてる坊主お守りで缶コーヒーもらったよ。境内はそんなに広くはなかったけど駐車場はかなり広かった。今日は平日だったから空いてたけど、もしかしたら土日は混雑するのかもね。バイク神社認定第1号安住神社から約30分で、今度はバイク神社発祥の地大崎神社があるから橋越しに行ったんだ。この神社は別動画で紹介します。よかったら見てください。にゃんにゃん、また寝てたなぁ。目閉じて聞いてたにゃん。ところで体じゃなくてバイクのお祓い、ママに知られたら怒られるんじゃないか。にゃん、何やってんだお前、バイクじゃなくてリュウマチ治ってないんだから病気治る祈願と厄払いだろ。ママにお祓い内緒にしよ。最後までご覧いただきありがとうございましたにゃ。